これ岡木は上げたボール、それが吸い込まれます。先制大宮富山です。しっかりと一発チャンス沈めました。そうですね、だからサイドに入れてそこから斜めのボールでしょうね。はい、このボール良かったですね。岡庭からドンプシャリ、はい、もう本当外に出したボール、そしてこの中に入れるボール質、はい、全てヘディングも全てがパーフェクトだったですね。そうですね、富山はこれが今季2得点目。